クリア川ハクソンクリア川ハクソンは日本の英文学者、文芸評論家。本名、達夫。近代の恋愛観がベストセラーとなり、大正時代の恋愛論ブームを起こした。夏目漱石具美人創能の,のモデルとも言われる。1880年、京都市生まれ。父親のクリア川雷蔵は、元津山藩士で蘭学を治め、維新後は京都府官業家。 大阪造兵局などに勤めた人物。北の中学から京都府立第一中学校に転校後、第三高等学校を経て1901年、東京帝国大学英文化入学。小泉役もの講義を受けて、後にその情緒本位の文学教授法を絶賛している。二年生の時役もが解任されることになったため、 英文科の学生の間で、モ物留任を求める運動が起こり、要求が入れられなければ、全員大学で対抗しようという決議まで出されたが、ハクソンはそれに反対したため孤立してしまう。夏目漱石がモ物公認として、講義を始めた時、学生の多くは真面目に聞こうとしなかったが、ハクソンは熱心に調校し、3年生の時は漱石の自宅をよく訪ねるようになった。 大学院に進むことになり、漱石の指導で、自分に現れたる恋愛の研究という研究を始めたが、家の事情で断念した。ただ、漱石の指導について、私は時々先生の指定を尋ねて、この問題について今日起こった。いつも、先生とは、見解が異いので、夜を明かして、議論をしたことも、一切ではなかった。批評や議論は、 いかにしてなすべきものか、また、文章の書き方ものの考え方はいかにすべきものか、それらについては、単に先生の著書ばかりでなく、その巧妙なる、座談によりて暗示せられ掲示せられたことのいかがに、多かったかを強くするとき、今もな保管者の思いを禁じえないと述べている。1904年大学卒業後、第5高等学校教授、1907年、第3高等学校教授となり、 1913年、京都帝国大学講師となる。1915年、左足を負傷してバイキンに感染したため、左足を切断。1916年アメリカに留学し、帰国後の1917年、病没した上田里氏の後を受けて、京都帝国大学英文科助教授となり、1919年、教授となる。上田同様、日本における、 最初の、かつ中心的なイエーツ紹介者であり、アイルランド文学の研究者を輩出するなど、海外文学の紹介に努めた。1923年の関東大震災に際し、鎌倉の別荘にあって逃げ遅れ、妻の長子と共に津波に飲まれ、救助されたが泥水が、帰還に入っていたため理災の翌日死去した。別荘は、地震の前月にしたばかりで家族で秘書に訪れ、 子供たちを介した後も、夫婦で滞在していた。造下の塔を入れてのほか、朝日新聞に連載した、近代の恋愛観は、いわゆる恋愛市上主義を拒水し、ベストセラーとなって、当時の知識層の青年に大きな影響を与えた。後、中国語訳され、第一次大戦後の中国青年にも大きな影響を与えている。近代の恋愛観などは、 1960年頃までは読まれていたが、現在ではほとんど読まれていない。なお、白村自身は、親に演談を勧められて断ったが、惜しくなり、その女性宛ての原稿をいくつも発表して、結婚にこぎつけたとされているが、真偽のほどは定かではない。慶応義塾大学教授を務めた、英文学者、栗谷川文夫は長男。文夫が白村の思い出を語った。 父の書斎、栗谷川白村のことは、海装の栗谷川文夫284から289、初修。京都市に栗谷川白村旧宅があり、2005年より店舗として使用されている。また、熊本市には、夏目漱石の公認として赴任した大後、高等学校教師時代に住んだ家、栗谷川白村旧居がある。 鎌倉資材木座には津波にあった際に滞在していた別荘白日村社があった。ありがとうございます。